坂井田西中継局は、香川県坂井田市と綾歌郡宇多津町の協会の、生通寺さんにある、テレビジョン放送の小規模中継局である。アナログ放送専用の中継局であるため2011年7月24日の、アナログ放送停派をもって廃止された。この中継局の電波法に定める放送区域は、香川県綾歌郡宇多津町のほぼ全域並びに、坂井田市、 丸亀市の各一部、約2万世帯である。宇多津町や坂出市のいずれも中心部をカバーしているため、同じ坂出市内に設置された、同出力の境井出東中継局に比べると、区域内世帯数は多い。坂出市は、岡山局、日佐抜中継局、高松局など、周辺送信所のいずれの方向からも五色台、城山などの山に囲まれており、 電波が遮断されやすい環境にある。そのうち境出市西部をカバーしているのが、この中継局である。一方、東部をカバーするのは境出東中継局で、この2局で、境出市の多くの地域をカバーしている。ただし、境出西中継局からはデジタル派が出ていないため、岡山局もしくは西佐抜局を受信することになる。また、この中継局からは、 TSC テレビ瀬戸内が電波を出していないため、TSC を視聴するには、ケーブルテレビに加入するか、パラスタックアンテナなどの高性能アンテナを用いて、周辺送信所の電波を遠距離受信するしかなかった。この中継局も2度にわたって、デジタル放送開始に合わせて、全国的に行われた現行アナログチャンネルの移行、いわゆるアナアナ変換の対象となった。 一度目は二千四年九月十五日より対策を開始、翌年二千五年一月六日に旧チャンネル停下。二度目は二千六年六月十五日より対策を開始、同年八月三十一日には旧チャンネルを停下し、新チャンネルに移行した。対象となったアナログチャンネルは一度目が NHK 総合及び NHK 教育の二波、二度目が RSK 採用放送一波の 計算波。対策世帯は1度目が、香川県坂井出市、丸亀市、善通寺市、宇多津町、多度津町の各一部、約4800世帯で2度目が、香川県坂井出市、丸亀市、善通寺市、宇多津町の各一部、約1200世帯である。1度目に停波した、旧アナログチャンネル 46CH と 48CH は、機関局、西佐抜き中継局で、 それぞれ TSC テレビ瀬戸内と r s k 採用放送の穴穴変換後の新アナログチャンネルとして使用されている。また、二度目に停破した旧アナログチャンネルのうち 30CH は、親局、岡山近郊山送信所やその周辺の大規模、中継局で KSB 瀬戸内海放送のデジタルチャンネルとして使用されている。中継局は、 坂井出市と宇多津町の境界にある、聖通寺山の南方山頂に存在する。送信施設は一箇所にまとまっており、NHKKSB2 社、RNCRSKOK3、OK、社で、それぞれ施設を共用している。中継局名は坂井出西となっているが、所在地は宇多津町側である。NHKKSB の施設では、局舎はそれぞれ単独で使用していて、 そこから共用の送信柱へケーブルを通した上で、アンテナは両者単独で運用している。送信アンテナは、それぞれ6リットル送ループアンテナ1段3面である。RNCRSKOK、OK、は、局舎、送信柱、アンテナとも全車共同で使用している。送信アンテナは 4D 大ポールアンテナ2段3面で、ある。四国総合通信局。 地上デジタル放送の開始に向けたアナログ周波数変更対策の平成16年9月の受信対策地域四国総合通信局アナログ周波数変更対策の終了に伴う旧波停波四国総合通信局アナログ周波数変更対策の平成18年6月における受信対策地域四国総合通信局アナログ周波数変更対策の終了に伴うチャンネルの移行 総務省、平成16年9月中に開始するアナログ周波数変更に係る受診対策地域の概要。総務省、平成18年6月中に開始するアナログ周波数変更に係る受診対策地域の概要。ありがとうございます。